本日はこのようなふつつかな天使の動画を見ていただきありがとうございます。サムネとタイトルにあるように今回重大な発表があります。なんとこの度天使こと奈良をスタートシングルを発売することが決定しました。ファーストシングルなんかちょっと名前忘れたけど、セカンドシングル賢者飛行に続きまして今回サードシングルはなんとエッセイになります。今まで僕が出す本ってみんな小説だったから、なんか七尾さんは好きだけど七尾さんが出す小説にはあんまり興味ないかもしれないなみたいな感じでね、ちょっと手を伸ばせなかった人もいるかもしれませんけど、今回はエッセイということでね、七尾さんのことが好きな人は見るしかないみたいな感じでね、今までの僕の人生どれくらいの悲劇や喜劇がねあって、そういった人生の荒波をね、どんな感じで愚かな考え方行動をしてパタ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 生きてきたかってことを綴っているとても愉快なエッセイになっておりますのでね、ぜひとも皆さん購入していただきたいと思います。サードシングルのタイトルですけども、はい、こちら、幸も不幸も最適量。七尾さん、タイトルつまんなくないと思ったそこの話ごめんなさい。タイトルに関しては本当に二点三点したと言いますか、今まで僕がさ、なんか散々さ、なんか夏とか忙しかったですよみたいな感じでベラ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 言ってたの、これその一つがエッセイでございます。エッセイが始まったのは確かね、去年の5月とかでございまして、幸も不幸も最適量ってなんか七尾さんらしくなくないとか、なんかそこら辺のなんか哲学者、なんか YouTuber らしくもなければ七尾さんらしくもないみたいな、なんだろう、結構真面目なタイトルだなと思うかもしれませんけどもね、まあこれはこれでもまあ僕好きなのでってもね、幸も不幸も最適量っていうのは、僕ってやっぱりなんかさ、すごい幸運な人間に思われるし、すっげえ不幸な人間にも思われるわけ。なんか実家が金持ちだったり、なんかスペックが高かったり、七尾さんと親ガチャ成功してるからこんなバカみたいなことができてるんだろうなみたいな感じで羨ましがれる反面、他にも自転車1時間乗ったらなんか人に3人殺しかけたり、2、3回車に引かれかけたりみたいな感じで、ね、七尾さんと本当に3日に1回死にかけますよねみたいな感じで、不幸なこともありますよねみたいな感じのイメージもあると思います。人生というのはそうなんです。自分は幸せ者だからみたいな感じで、なんか不幸な人間に手を差し伸べることもしない、自分は不幸な人間だからといってなんか卑屈になるようなこともしない、そういう人間になるためにはどうしたらいいのか、そう、俺の人生幸も不幸も最適量なんだなっていう感じで、自分の人生における何までも小難しいかって なんでこんな小難しいことを言おうとしたんだろう、なんか自分の人生はこうなこともあったけど不幸なこともあったなって、なんか全部なんか客観的に見れるような人間になりたかったなみたいな、こんな感じじゃなかった気もするな。俺の人生なんか幸も不幸も最適量あったなっていう風に言えてる人間ってなんか人間性高くないみたいな、自分の人生がいかに幸運だったかいかに不幸だったかってことをなんか全部見つめられるような人間になりたいですよねっていうことで、幸も不幸も最適量っていうタイトルをつけたんですけども、まずこのエッセイの始まりなんですけども、僕に5月エッセイの仕事が舞い込んだ時に一番最初にやりたかったエッセイのタイトルが嫌いなあいつの理想の死に方だったんですね。はい、角川もびっくり。あ、てかまた角川さんが出ます。うん、編集またイクシです。本当に3作連続本当にすいませんね。僕の人生の邪魔をしてきたうざかったやつの理想の死に方を妄想してエッセイにしたためたものを、嫌いなあいつの理想の死に方ショートショートみたいな感じのね、エッセイにしたかったんですけども、できず、嫌いなあいつの理想の死に方の手始めとして僕、バディの地元さんって人いたじゃないですか。まず手始めに僕、そのバディ地元さんの理想の死に方を書いたわけです。僕、それ書いてる時にもすごい面白かったんだけどもね、バディの地元こうやって死ねばいいのにみたいな感じでいっぱい書いたんだけども、それがなんかすごいつまんなかったらしくって、ダメだみたいな感じになって、なんかタイトルも薬なんか不謹慎だし、書いてもつまんなかったので、なんか普通に却下みたいな感じになって、親御さんがさ、自分の娘息子がさ、嫌いなあいつの理想の死に方みたいな感じのタイトルのエッセイが本棚にあったらちょっとドン引きじゃないですか。ちょっと保健所連れていこうかな、保健所違うか、カウンセリング連れていこうかなみたいな感じになっちゃうから、そっから一回タイトルが無賛したんですよ。無賛で、そこでなんか嫌いなあいつの理想の死に方っていうタイトルが不採用になったことで、僕は本当にもうエッセイ書く気がなくなっちゃってで、そこから本当にもうね、締め切りを破り破りの大嵐、びっくりしたと思うね。8月とか8月毎日投稿するからちょっとエッセイ遅れちゃうかもしれませんねみたいな感じの片岡さんに送ったんだけども、8月エッセイ1本も出さなかった上に毎日投稿しなかったわけよ。で9月10月も友達の結婚式のプロモーション映像を作るので、エッセイ書けませんみたいな感じで、なめてんのみたいな。その最後の最後ね、タイトルどうするか感じになったら、なんかね、エクシーが考えてくれまして、タイトルをね、それが七尾さんはカムカムエブリバディが好きということで、それにちなんでやらかしエブリディってどうでしょうかみたいに提案されたのね。この動画エクシー見ないでほしいんだけど、ほんで絶対嫌だと思って、カムカムエブリバディとどこがちなんでるのと思ったし、なんか自分で自分の人生やらかしエブリディっていうのは、ちょっとなんか自分で自分のことサイコパスって言ってるような寒い人間に見えるじゃないですか。嫌だなと思ったんだけども、なんか嫌だなって思ってる一方で、僕さ、もうなんかずっとなんか嫌いなやつの理想の死に方っていうタイトルが良すぎて、それからなんかずっとそれ以外のタイトルが全く思いつかなかったのね。だからやらかしエブリディって絶対嫌なんだけどって思いつつも、その以外の代替案が全く思いつかなくって、やらかしエブリディはやばいと思って、他のタイトルにしなければっていう感じでいっぱい提案したんだけど、その提案した俺のタイトルも全部やばいみたいな。タイトル決めるのに本当にこんなに困るとは思いませんでした。僕タイトル候補言っていきますね。能力の原理を見習いたい系タイトルって書いてるんですけどもね、一人旅系のエッセイとかって結構バズるじゃないですか。なんか作者について知らないんだけど、なんかタイトルが興味深いから買うってさ、結構なんか一人旅系のエッセイ、そういうタイトルって結構惹かれるなと思ったので、ということで僕が考えたのが、死んでないだけで生きてるって言えるって書いて意味がわからないんです。で、七尾の名言引用系タイトルなんですけどもね、てめえのアナルはてめえで地獄だったな。このタイトルどうでしょうかみたいな感じで、なんかウェブ会議でね、エクシー、女性です。ウェブ会議で、女性のエクシーに向かって、タイトル案なんですけども、てめえのアナルはてめえで吹けはどうでしょうか大セクハラみたいな感じで、もちろんダメでございまして、親御さん買えねえだろみたいな感じで。恵まれすぎて悲しいお気持ち。幸も不幸も最適量とちょっと通ずるところがあるんですけどもね、恵まれすぎていたからこそなんか言い訳ができない人生に陥った、なんか僕のことを表現してるなって、あと、悲しいお気持ちっていう僕の名言も入っていて、いいなと思ったんだけど、なんかすごい渋い顔されまして。これ別に嫌いじゃないんだけどね。なんであんな渋い顔したんですか。はい。容姿もコミュ力もだけど生きてるって僕がさ、動画で使いがちなオーンって言葉を入れたかったんだけど、やっぱり、でもよくないか、容姿もコミュ力もオーンだけど生きてる
次が逆境をポジティブに捉える系のタイトルですね。佐々木豊さんっていう人がね、なんかさ、絵が売れないことを誇れみたいな感じのね、これなんか逆に、なんか逆転の発想みたいな感じのタイトルをつけることによって、インパクトがあるんじゃないかみたいなね。こちらが、はい、友達と家族と離れたら天才になった。いいっちゃいいんだけど、ちょっと問題点としては、なんか現状別に天才じゃないんだよ。登録者100万人いてないのに自分のこと天才って言ってる YouTuber ちょっときつくないというか、友達と家族と離れたら大学受かった。あ、これも結構具体的でいいなと思ったんだけど、そこまで本当に友達って重要ですかみたいな感じでね。あなたは本当に友達にこだわりすぎてますけど、そのこだわりをちょっと勉強だったり、自分の能力値アップになんか使ってみたら結構進化しますよっていう感じのことを僕エッセイで結構書いてるのね。なんかそれにちなんでこれいいなと思ったんだけど、まあちょっとなんかね、タイトルっていうか帯っぽいや。で、次がこちら、ガクトとかローランド系の自己肯定感高い系のタイトルですね。ほんとレクシンなんかさ、ウェブ会議で言ってる時ほんとに地獄だったな。恥ずかしすぎて。神の最高傑作、僕、項目項目すべて最適量。己で言ってるんですけどもね、神の最高傑作って、このツラだよね。で、ここのなんかサブタイトルっていうか、このニョロニョロ項目項目すべて最適量。ここのね、なんかサブタイトルみたいなものにエクシが目をつけてくれて、これがタイトルになったって感じです。まあ、ここの部分はいいんだけど、その前半の部分のあの、神の最高傑作、僕っていうところが、お前神の最高傑作じゃなくないっていう意見があったのでしょうか。ちょっと最高傑作っぽいとこありますよ。パタパタしちゃって。次のやつが僕めっちゃ好きなんだけども、ナナオ VS 神勝者ナナオってローラーもびっくりみたいな感じのタイトルで、これ別に良くないと思ったんだけども、本当にエクシガン無視、何がいいのみたいな聞かなかったことにしてあげるみたいな感じの顔されました。次、はい、教室は俺について来れなかった、学校は俺について来れなかったみたいな感じの、ね、なんかちょっとなんか自己肯定感高い不登校みたいな感じのね。で、次YouTuber っぽいタイトルですね。 YouTuber が出しがちな学生が好きそうな世間への逆張り系。はい、個性的にはもう飽きた、ね、最近はなんか個性を重んじる世界ですけどもね。もう一回そのあなたが求めてる個性とは本当に個性と言えるのかみたいな感じのタイトルにしたかったんですね。多分変人を演じるしかない普通の個性辛辣ナナセストのことじゃないですからね。あ、で、これ次僕すごい好きなんだよね。なんか僕のことを表してるなと思ったんだけどもね。はい、個性的だから謝罪しなくても許された件について謝りたくもないし努力もしたくない、その免罪符のために個性的になろうとしてる人間がすごい増えてきたなっていう風に、ね、思うわけでございますよね。それに対する逆張りと言いますか、アンチテーゼみたいな感じのタイトルで、これいいと思ったんだけどもね。またこれもエクシに顔面されました。なんか売れた言葉の逆張り系タイトルですね。死ぬこと以外かしり傷ね、これの逆張りで、かすり傷が痛すぎて死んだ方がマシっていいやん、このタイトル。え、これめっちゃいいじゃん。かすり傷が痛すぎて死んだ方がマシ。文学的タイトルですね。言葉座みたいなものになんか、僕っぽい言葉を入れるっていうタイトル。青春が黒かったから青色を知れた。文学的。文学的。でもつまんなそう。石の上にも3年とか行った先人は 100% 童貞って。親の心俺が知るわけねえだろ。3年寄っても文字の意味がわからねえ。親しき中にも礼儀あるから距離感保って。千里の道の一歩目に肉ばられ。タイトルこちらになります。僕が考えてるタイトル。エクシが考えてきたやらかし AV でいいっていうタイトルがすごい嫌だったから、俺がタイトル考えなくちゃみたいな感じで提案したタイトルがこちらで、もうこっちもこっちで全部ゴミ。そんな中でやっぱりこうも不幸も最適量もいいじゃないかみたいな感じでなってきましたね。はい、ナナオさんらしくないっていうか、なんかちょっとお前誰みたいな感じのね、 YouTuber でもなければ職業何みたいな感じのねタイトルかもしれませんけどね。僕もすごい気に入ってるので、嫌いなやつの理想の死に方の次にね、皆さんどうかご購入検討してください。 Amazon のカードが今開いております。今すぐ予約出してください。予約大事。はい、どんなエッセイを書いてるのかちょっと紹介していきたいと思いますね。まずやっぱり僕の学生生活の悩みとかですね、世界一アクティブな不登校、僕が不登校の時にだからどういう生活を送っていたかってことをちょっと初めてエッセイで書いていまして、 YouTube で言ったらちょっと炎上するかもしれない、ちょっとすごい陰湿なことをしてたわけでございますよ。嫌いだったクラスメートが家に帰ってる瞬間に、その家のリスナーにはちょっと学校行けてないよっていうことも言うかもしれませんけどね、学校に行けなかったからといって有意義に過ごせないってわけではございませんのでね、学校に行かなかったからこそ誰よりも有意義に過ごそうじゃないかっていう勇気を与えられるエッセイになってると思います。はい、わかんないですけどね。その有意義な過ごし方書いております。嫌いなやつの家まで行って、嫌いな食べ物、お母さんの作ったふわふわ卵焼きっていうタイトルがあるんだけど、なんだこれ最悪だな何書いたんだろう。あ、一人称とプライド。あ、このエッセイ僕好きなんですよね。自分で書いといて、なんか僕って一人称が僕とうちと俺の3つを使い分けてるんだけども、なんでうち僕俺を使い始めたのか、その一人称を使って学生時代どんな苦労があったのか、今現在その一人称を3つ持ってることに関してどう思ってるのかっていうのをね、結構なんか書いていまして、僕のリスナーにトップクラスに読んでほしいエッセイだと思ってますね。この一人称とプライドをね、すげえタイミングで死んだ猫ってちょっとこれも絶対僕動画で言えないので、動物虐待系のエッセイではございませんよ。僕が実家で飼っていた猫みーちゃんがどのようなタイミングで亡くなったのかを書いているエッセイになります。こちら、あー、でこちらですね、あれ僕動画で言ってるエピソードをこちらのエッセイにも書いてるみたいな感じのものがねちらほらあるんですよ。その代表が僕の行きつけのバーでのやらかしです。こちらの動画では言えなかった裏話みたいなものをタブに含んでる、そのバーでの先のやらかし、それを僕エッセイにしたためました。題して、ね、ゲロから始まる異世界生活、略してネゲロバーでのやらかしをね、主人公ナナオスバルを軸にエッセイにしたためさせていただきましたね、ゲロから始まる世界生活、通称ネゲロを皆さん読んでみてくださいこのタイトル思いついた瞬間、本当に俺天才だなと思った。他に何かあるかな。男性恐怖症スイッチとかもこれ読んでほしいな。デイセクッキング殺人事件だ。これ僕さ、一回言わなかったっけ、動画でさ。あ、ちょっと待って、さ、羽が邪魔だ。今でもあるんだけど、これあるじゃないですか、このジョイで、僕おばあさんぶっ殺しかけた。でもそれはちょっと動画で話そうかなって言ったらさ、いや、これは他の媒体で話そうかなみたいなこと、それを一回動画で言ったことあると思うんだけども、それです。ごめんなさいね、ジョイさん。
あのマイナスプロモーションになるかもしれませんけども、ね、オールインワン食器プラスキッチン泡スプレーでおばあさんをぶっ殺しかけました。どうやって僕がこのスプレーだけでおばあさんをぶっ殺しかけたかっていうことをぜひとも読んでくださいね。これ以外にもいっぱいね、僕ね、七尾流友達の作り方とかね、なんか YouTuber 七尾としての野望だったりみたいなものもいっぱい書いておりますので、皆さんぜひともエッセイ買ってください。Amazon でなんとかね、僕が Amazon をおすすめること言いましたね。やっぱり Amazon での購入が大事。これさ、まだ発売日ってないか。発売日多分3月の何日かです。はい、でも予約はこの日から今始まっております。今開いて Amazon のカートも開いております。今すぐ予約入れてください。これな、前もなんか予約が大事言い過ぎて、なんかお前やめろって言われたんだけどもさ、予約の数でなんかいろいろ決まるみたいなところがあるんでございますよ。はいはい、お願いします。今すぐ Amazon で予約してほしいからこそ、ね、Amazon で買った人のみの特典みたいなものがあるんだけども、ね、今回思いついてるんだけども、ちょっとその Amazon で買ってくれた人向けに僕ね、音声特典みたいなものがつけられるのね。そこで僕ね、あの絶対これから YouTube で言わない僕の今までの人生における秘密を何個か暴露していきたいと思ってるんですよ。誰が興味あると思うかもしれないけども、七尾コアリスナー必見じゃないですか。僕がこれから動画で言うことはないであろう僕のある暴露が発表されます。自分の本名を言うかもしれません。言わないですね。今回のライバルは誰が来るんでしょうね。最初のね、なんかファーストシングルのあの雷タイトル忘れたんだけども、ファーストシングルの時のライバルは確かね、厚切りジェイソンがいたんだよね、同時期に。うん、セカンドシングル賢者飛行の時はガーシーが本出したんだ。サードシングル、こうも不幸も最適量はアマゾンランキング1位と言いたいので、皆さんぜひとも予約今すぐお願いします。こんなもんですかね。エッセイの表紙ができてなくって、その表紙っていうのがまあさ、昨日の動画で言ったと思うんだけども、なんか学校で撮影したって言ったじゃないですか。そこでの撮影風景をちょっとこの動画の後につけていきたいと思います。必見でございますよ。多分あんのかな、昨日の動画で言ったかもしれないけどさ、自覚的なパソコンを覗き見ちゃってるシーンとか、発言の角川チームとあの地元の野球チームのコーチがちょっと若干揉めるみたいなシーン。その揉め事みたいなものを仲裁してくれるために、なんかその学校のお偉いさんみたいな人が来たんだけどもね、そのお偉いさんがなんとある方の旦那さんだったりみたいな感じでいろいろ事件があったんですけど、うん、ちなみにこちらの映像すべて僕めちゃくちゃ二日酔いでございました。死ぬかと思いましたね。購入お願いします。今すぐ Amazon の予約本当にお願いします。エッセイを書くにあたって動画の更新頻度が下がっちゃったせいで、ちょっと本当にちょっとウームから見かけられそうと言いますかね、ちょっとあの再生回数的なあのウームにいる価値ないよみたいな感じで見かけられそうなのでね、どうにか投稿頻度が下がった分、このエッセイを売り上げることによってあのウームに貢献したいと思いますので、ぜひとも僕がウームクビにならないためにも、皆さんぜひとも Amazon 今すぐ予約お願いします。アマゾンランキング見ないチーズ狙おうね。七尾メイクアップの時間でございますね。てか俺の横顔マジで太ったな。ブヨンブヨンじゃん。こんな男のメイクをするために私はメイクをしてるんじゃないみたいな感じの顔してましたね。この時俺バカ俺二日酔いで、なんか自覚と目が気を使って喋りかけてきて、あ、七尾さん髪の毛伸びましたねって言って、でそれで俺が、俺逆に一昨日髪の毛切ったんですけどって言って、無事入れるっていうね、なんか性別逆転、なんかめんどくせえ女みたいな反応しましたね。こうやって赤い服を着ながらの撮影でございます。アンセムの松村北斗って思う時があります。はい、思わないですね、すいません。あー、でこちら校庭で撮影してるんですけどもね、これが本当にあらびっくり。俺の目線の先にはこの学校の野球チームの子が練習してたわけよ。でその子たちがずっと、なんだこの顎の長い男がみたいな感じで、ね、なんかすごい撮影陣を抱えて撮影してるから、もしかして芸能人いるのかなと思って、その写真撮影してる人をよく見たら、誰やねんお前みたいな感じのことよくあると思うんだけど、俺そういう人のことずっとバカにしてたと思うんだけども、あれそれになりました。なんか僕たち角川チームも校庭のここの場所で撮影しますよっていうことは言ったんだけども、野球のチームも野球のチームで、なんかここなんか野球の練習使いますよみたいな感じで、ちょっとあの連絡の行き違いがあって、若干角川と野球チームのコーチが揉めるっていうね。で、ありました。あ、このシーンですね。この教室のシーンです。この僕のあのパソコン、自覚富なんですけどね、この自覚富のパソコンの中身を僕今見てますね。はい、こうやってこのパソコンの中身に僕のパソコンにしかあるはずがない情報が含まれていて、あ、ウームに僕のパソコンの情報で筒抜けたのかなって凍りついてる瞬間でございます、これ。